ネプコ上敵よ。やっと追いついたわ。こらー、そこの忍者待てー。追いつかれたのですか。やっぱりあの時の忍者だ。あんたがネプコのゲーム機を盗んだ犯人ね。諦めて盗んだものを返してもらうわよ。すごいです、本物の忍者です。私、本物の忍者さん初めて見たです。まさかこんなに早く追いつかれるとは。しかも3度の亡霊の少女ってことか。一応言っておくけど、素直に返してくれれば悪いようにはしないわよ。さすが忍者、話すつもりもなければ目を合わせるつもりもないか。あ、いや、違ってござる。アイちゃん、小声ですけど何か言ってるですよ。本当だ、小声だけどござるって言ってる。その将軍からの署名で、だからその命に変えても。イラ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 。だから拙者そのだから渡せない。なあ、もうなんではっきり喋らないのよ。敵とはいえ目も合わさずにそうやってうじうじ喋ってるとムカつくのよ。いや、だって拙者女の子を話すのあまり慣れてなくて。思春期の男子中学生か、お前は。おお、アイちゃんがめっちゃキレてる。アイちゃん、昔からはっきりしない人が嫌いな緊張タイプだったですからね。けど今までに会ったことのないタイプの敵でちょっと新鮮かも。そうですね、戦闘狂だったり好きだったり、無駄に暑苦しかったり、オカマのハッカーだったり、それでもってなぜか 3D モデルが実写のおじさんだったもんね。とにかく何を企んでるか知らないけど、あんたの持ってるそれは返してもらうわよ。みんなで頑張るです。獲物は誰かしら。
決めさせてもらう。私たちの勝ちのようね。約束通りこのゲーム機は返してもらうわ。ネプコ、それで間違いない？ええ、確かにこれよ。間違いないわ。不覚、まさかせっかく手に入れたものを奪われるとは。あんたを秘密結社の重要参考人として教会が拘束するわ。奥の手を隠していたというの。でも見るでござる。何をしたと思えば、ただ本をばらまいただけじゃない。これがただの本とは。侮る流れ。せい。自分で本を切り裂いたの。何を考えているの。アイちゃんの言う通り、その術見切ったわ。精神を研ぎ澄ませて敵の忍者のみを視界に捉える。そうすればハレンチな本のページは簡単に視界から消すことができる。ジラ、視界から消すほど集中してるんじゃないのかよ。見てないわよ。こんなハレンチなものを好き好んで見るはずないじゃない。ジラ、バッチリ見てるわよ。本末転倒だし、ふざけないで真面目にやりなさいよね。しら、アイちゃん。拙者の忍術は無敵でござる。ではこの隙、そのゲーム機をまたいただくでござる。そういえば、あなた女性が苦手みたいなことを言っていたけど、触られるのはどうなのかしら。ロボットなのに真っ赤になっちゃって。かわいい。やっぱり慣れてないのね。じゃあこんな風に体を密着させたらどうなるのかしら。離れちゃダメ。あなたにはいっぱい聞きたいことがあるんだから。倒れちゃったの？ネプコ、あんたやりすぎよ。ごめんなさい、アイちゃん。だって、浮いすぎてどんな反応するか徐々に楽しくなってきちゃって、つい。やった。まあいいわ。いかがわしい髪も風でどこかに飛んでいったみたいだし、こいつを連れてさっさと。なに？この音は。方向から察するに、おそらくプラネチウムでござるか。復活早っ。そう、なんでござろうか。この感じ、嫌な予感がするでござる。嫌な感じ？てか、あんた普通に会話できるじゃない。そんなことより、今は一刻も早くプラネチウムに戻った方がいいでござる。あんた、そうやって逃げるつもりでしょう。その手には引っかからないわよ。何を言ってるでござるか。罪の民が危機に瀕している時こそ争っている場合ではござらん。忍者ステマックス、忍びとして手を貸すでござる。口
調も性格もさっきまでとは別人ね。どうしたのかしら。わかったよ、アイちゃん。賢者タイムだよ、賢者タイム。賢者タイム？きっと私のセクシー脳脱攻撃で思考回路がショートしたおかげで煩悩が消えて悟りを開いたんだよ。まさかそんなわけ。三人とも無駄話をしている暇はないでござる。急ぐでござる。そうね、とりあえず今は頼らせてもらうわ。では三人とも拙者に捕まるでござる。人数でプラネティウムに送り届けるでござる。よっと。こうかしら。コンパ、あとはあなただけよ、急いで。目つぶってたのね。